やばくね、これビーチだよ。バスに置いてかれる、置いてかれた、くそ。今ね、バスに置いてかれました。ちなみにね、今ね、ハリウッドサインが見れるんだよね、この奥。はい、皆さんこんにちは。レナです。タカです。エリキブログです。そしてロサンゼルス来ました。はい、見れないよね、ハリウッドサイン。このめちゃくちゃちっちゃい白いはハリウッドって書いてある。ズームしたらわかるんじゃない。そう、ズームしたらわかる。これハリウッドやってきましたよ。はい、今はグリフィス・オブセーバトリーという山の上にある天文台。天文台、まあね、めちゃくちゃ有名な観光地だからね、多分ロサンゼルス来た人は、まあ、大体ここに来て、あの米粒みたいなハリウッドのサインを見るとそうだね、ちっちゃ。でちなみにこの奥にはね、ハリウッドのあの街、ハリウッドの街があそこに広がってるから、ちょっと今からね、あそこに行ってきます。なんか映画の撮影があるんじゃない。はい、道が通れなくなっちゃった。めっちゃ人が集まってて、カメラとかもめっちゃある。何が起こってるかというと、このウォークオフフェイムのスターを新しく追加してる。だからニュースターが生まれたら記念でここの地面にスターを埋めるから、その今ね、授与式を多分やってるんだと思う。やってる。すごくない？アメリカの横断歩道のサインは、ウェイウェイ、待って待ってって喋ってる。まだ喋ってる。ビーチがでかい。サンタモニカビーチ。めっちゃでかいな。アメリカンサイズだね。しかも前に見えてるサンタモニカピア。めちゃめちゃ人がいる。そう。やばい、まあ。今日週末だから。あ、そっか。今日。そう。土曜日か。だからだ。だからめっちゃめちゃ。ゴミのように人がいる。サンタモニカピアめっちゃすごいよ。この。こっちにビーチがあるじゃん。で、ここにはピアがあって、奥には遊園地がある。しかも暖かくて天気いいからね、マジで今日ピア日和、サンタモニカピア日和。あとなんか海生臭い。磯臭い。多分あんま綺麗じゃないんだろうね。まあ、見た感じ別に海の色も綺麗じゃないからね。でもまあ雰囲気なんか江ノ島みたいな感じかな。海別に綺麗じゃないけど、100倍のバーン。そう、パーティービーチでみんなめっちゃ楽しんでるみたいな。うわ、ビーチマジででかい。こっちにビーチがあって、こっち側にもビーチがある。しかも終わりが全く見えない。さすがアメリカだな。めっちゃ面白いもん見つけた。警察の車にサーフボード乗ってる。本当だ。すごくない？警察官も休憩時間にサーフィンしたいんだろうね。違う、そっち、あの海の上でなんかダメなことをやったら、それで追いかけるの？やばない？やばい、ブランコで暴走してる人がいる。やばね。今ね、このビーチの方にね、降りてきたんだけど、雰囲気めちゃめちゃいい。で、ここではちょっとね、なんかシルクドソレイユやってる。
レイズレイズ、やばい、やばい。すごくない？シルクロソレイユと思ったらここにパッキントランカいろんな人がいるものですね。そりゃよかった。やばくね、これビーチだよ。ビーチにガチモンの新体操やってる人いるよ。いいよね、こういう自転車も走っててめちゃ気持ちいいね。すごくない？鏡を使って太陽の熱をここのフライパンに集めて料理してる。すごいね。料理かわからないけど何か。 That's good work. What's cooking? Just water now. Boiling water? You're making coffee? Yeah. That's cool. So I have all this stuff there. Yeah, very creative. The price there, $5 for a coffee. Oh yeah, you're selling it? Yeah.That's cool. Yeah, right now I'm just cooking up a new brew. Okay. So you could be the first customer. Let's get you. Have a good day, man. Take care. 今ね、アメリカのね、サンディエゴってとこにいて、今日はね、ちょっともう。私のパスポートは、3ページしかないから、あと3つの国にしか行けない。まあその状況にね、アメリカに着いたぐらいね、気づいて、そっからね、大慌て。まあ、残念、世界一周終わりです。終わりです。